平成6年11月現在、山形全県125万4974人の皆さん、お喜びあれ。95年新春ジャイアントシリーズ山形大会、山形県体育館、世界の巨人と不沈館の豪華合体です。かつての宿敵、今は盟友、そう山形県の鳥はおしどりです。さあ今ハンセンと、そして後から世界の巨人ジャイアント馬場がゆっくりとリングインであります。花道にフラッシュがたかれます。そしてスポットライトはたかれます。そう先頭にアブドーラザ・ブッチャー、そしてその後ろにジャイアント・キマラが続きます。95新春ジャイアントシリーズ山形大会、ジャイアント馬場、宿命のライバルアブドーラザ・ブッチャーと相まみえます。本日の選手である竹バッジ30分に本勝負を行います。ラウコーナー400ポートジャイアント・キマラ、空飛ぶ褐色の肉弾ジャイアント・キマラ、毒針エルボーは永久に不滅です。アブドラザ・ブッチャー、300ポートジャイアント・バー、昨日1月23日誕生日を迎えました。おめでとうジャイアント・ババ。そろそろうずく左腕スタン・ハンセンであります。裁くレフリーはジョー・樋口です。95新春ジャイアントシリーズ山形大会セミファイナル、30分の一本勝負タッグマッチです。青コーナーアブドーラザ・ブッチャーとジャイアント・キマラ、一方赤コーナー世界の巨人ジャイアント・ババ、向こう側ロープのシナリオを確かめるスタン・ハンセン、不沈館、黒いショートタイツです。赤コーナーに控えます。さあ両タッグチーム先陣を切るのはどちらでしょうか。ババかハンセンか、キマラかブッチャーか。ハンセンとキマラが残りました。ゴングが高らかになっています。30分の一本勝負セミファイナルタッグマッチ、ハンセンババ対ブッチャーキマラの試合です。がっちりと組み合いました。黒いショートタイツがスタン・ハンセン、言わずと知れたブレーキの壊れたダンプカーであります。顔面そしてお腹に異様なペイントを施しましたジャイアントキマラ、サイドのヘッドロックにスタン・ハンセンを捉えます。サイドのヘッドロック締め上げますジャイアントキマラです。さあハンセン、ここはどう切り抜けるでしょうか。リングの中央です。背中が見えています。もうすでにスタン・ハンセンの顔は真っ赤になっています。ロープに振った、さあどうする、タックル、これは五分と五分です。キマラも170キロの巨体、そうは簡単に倒れません。さて放送席解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、この山形大会タッグマッチ、ババとブッチャーが相まみえる、そしてハンセンとババのコンビ、はい、楽しみですね。そうですね、過去に何度も対戦してますから、はい、お互いにも手の内は知り尽くしてると思いますけどね。そうですね、それから今日は1月24日、昨日1月23日はジャイアント馬場の誕生日でした。ジャイアント馬場選手にとって57歳になって初めての試合ということになりますね。そうですね、その57歳になって初めての試合がハンセンとのコンビを組んでの試合、そして相手はブッチャーです。ジャイアント馬場、さあハンセンがエルボー、そして逆水平です。おっとキマラもんどり打って倒れました。そして胸元のペイントがわずかずつながら剥がれていきます。お、57歳の馬場の膝頭にキマラの額を当てていきました。そしてハッピーバースデーマッチとなります。ジャイアント馬場入場、ダブルのショルダー、リングの中央ジャイアントキマラ倒れます。お、そして桃田さん、はい、早速実現ですね。そうですね、もう長い間のやっぱり因縁みたいなものがありますからね。そうですね、今日試合前山形放送のインタビューにはブッチャーの頭は硬いんだよなぁなんて笑いながら話しておりましたジャイアント馬場です。
この全日本プロレスの歴史の中にあって数々の名場面を演出してきました。そして戦ってきました。おっと、ババとブッチャー両者ともにロープに飛んでのぶちかまし合戦であります。これは五分と五分、ブロックチョップのブロック、うわこれは見応えがある。そして脳天から竹割り、馬場が勝ちました。ロープに振った、逆水平、もう一発、まだ倒れないブッチャー。3発、4発目か、ブロックした、地獄突き、馬場も倒れない。ここで倒れます、ジャイアント馬場。毒針エルボーか、危ない、毒針エルボー、カウントは2。いや桃田さん、この1年の欧州攻防を見ていても、はい、2人の気合がよく入っているのが分かりますね。そうですね、あのものすごい気合が入っているのと、やっぱりお互いにその技を知ってますからね、お互いの技を。今のブロックの試合なんていうのは見応えありましたね。ああ、そして今度は馬場がハンセンにスイッチです。ハンセンとブッチャーということになります。このハンセンとブッチャーもこれまで幾度となく素晴らしいファイトを展開してきました。おー、これは青コーナー木原です。ダブルのハンマーをハンセンの大きな背中に落とします。そしてチョップ、コーナーを背にしましたハンセン。木村が巨体を押し付けていきます。そしてチョップ、ハンセンがくっとサードロープに持たれました。ショルダークローです。スタンハンセンです。このスタンハンセン、全日本プロレス初登場は昭和50年の9月、と言いますからおよそ今から20年前ということになります。インタータッグ、PWF ヘビー、インターヘビー、UN ヘビー、世界タッグ、三冠ヘビーなど、まあ、タイトルは総なめにしてきましたが、現在は無冠です。スタンハンセン、チャンピオンカーニバルでは92年と93年2連覇、世界最強タッグでは1983年、85年、88年、89年と4回優勝しています、まあ、そうそうたる成績ですね。そうですね、どこから見て も本当にトップですわ、それからなんといってもこのスタンハンセン、しばらく92年の8月から三沢に敗れて以来、三冠タイトルは手放し状態でした。以来タイトルから遠ざかってまいりましたが、24時間後、田上と次期三冠王座挑戦者決定戦を控えている、これも久々のハンセンの爆発、期待したいですね。あのやっぱりもうチャンスをずっと待ってたっていう雰囲気がありますからね、もう本当に明日の試合に向けてはですね、はい、ものすごいなんていうんですか、気持ちの入れ込みっていうかね、あれがあると思うんですよね。何か溜めてるものあるでしょうね、はい、その田上との一騎打ちは24時間後福島大会です。さあリングの上に視線を戻してまいりましょう。世界の巨人ジャイアント馬場、ブッチャーの地獄突きに対してチョップで応酬、ダブルのチョップです。逆水平、ブッチャーの息遣いが大きく、そして荒くなっています。お、ブッチャー馬場を投げるか、馬場を投げるか、ブッチャーボディスラム、毒針、カウントは2。そして木村にスイッチです。さあジャイアント馬場、今ゆっくりと立ち上がらんとするところです。昨日1月23日誕生日を迎えましたジャイアント馬場、57歳になりました。まさに戦うマラソンマンであります。今日が57歳になって最初の試合です。ジャイアント馬場、ジャイアント木村のベアハッグに捉えられています。これを力で持っていく、おっと蹴り上げた、もう一発お腹のあたり、そして脳天から竹割りです。世界のあらゆる名レスラーをうならせてきた脳天から竹割りからココナッツクラッシュへのコンビネーション、もう一発か、もう一発、ヤシの実ありココナッツクラッシュです。そしてハンセンへのスイッチ、豪華なタッチワークじゃありませんか。おーっとドロップキック、エルボー落としていきます。ニュートラルコーナーに振って帰ってくるところエルボーです。今倒れましたジャイアント決まる。そしてサードロープから体を浴びせます。スタンハンセン140キロ、カウントは2です。おーっと
いきなり雄たけびを上げましたスタンハンセンです。おっとブッチャーの地獄突きのカット。さあこれでちょっと流れが変わるか。キマラブッチャーのコンビネーションダブルのショルダー、キマラがわずかに当たりが不十分です。しかしハンセンが倒れています。ババのカット、ババのカットです。脳天からたき割り。さあそしてブッチャーにも歩み寄っていきます。もうババがこれはブッチャーとキマラ2人を相手にする格好です。ニュートラルコーナー、逆のニュートラルコーナーにはブッチャーがいますが、さあブッチャー、おっとこれは振り返した、同士打ちになりました。キマラとブッチャーです。ジャイアント DDT、 世界の巨人の DDT であります。ババを追っていくブッチャー、さらにその後ろハンセンが続きます。さあここはハンセンとババがコンビネーションを見せる、ダブルの逆水平。尾本さん、これは本当に息がぴったりですね、ハンセンとババ。やっぱりもうここまどんどんですね、あのハンセン選手とずっとあのタッグリングでもですね、組んでますんでね、お互いに要するにそのタイミングっていうんですかね、パートナーの要するに何を今あのパートナーが求めてるかっていうのを知り尽くしてますね、もう言葉を交わさずとも目と目で通じ合うといった関係ですね。さあしかしその間にもジャイアントキマラのネックブリーカードロップがありました。逆にハンセンが体を浴びせます。カウントは2。さあババが放送席前場外に落ちてきました。ハンセンがラリアット一戦、これは決まったか。カウント、カウント 3.95 新春ジャイアントシリーズ山形大会セミファイナル、スタンハンセンジャイアントババ対アブドーラザブッチャージャイアントキマラの試合は、スタンハンセン見事に左腕がうなりました。ウエスタンラリアット一発、ジャイアントキマラを沈めています。そしてジャイアントババの57歳になって最初の試合、見事スタンハンセンがウエスタンラリアットで花を添えました。勝負タイムは9分17秒、見事ハンセンがキマラを抑え込んでハンセンババ組勝利を収めております。この放送は山形県体育館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。